どうも、変態仮面です。お久しぶりに、ここジャンプ部屋から、懐かしのジャンプ漫画を振り返ってみようと思います。先週更新しなかった理由は忘れていたからです。今回紹介したいのはこちらです。宮下彰先生の爆弾です。1994年42号。こちらです。これはいわゆる打ち切り漫画なんですが、第1話をちょっとパラパラっと見返してみると結構面白かったですね。ろくでなしブルースが、まだこの時は連載してた頃なんですけど、そういう意味ではボクシングものがかぶさってきたっていう感じなんですかね。なんでしょうね。主人公は、第1話の時点では、不良なんですね。で、すごい、その不良グループの喧嘩で、大暴れして、少年院に、入るんですね。で、そこから、出て、で、その後、決まった仕事が、ヤクザで、ヤクザになったんですけど、なんだかんだあって、ボクサーを目指すことになるんですが、第一話で思いっきり、いわゆる反社会的勢力と呼ばれる人々が、新しい組員を、探すとか、そういうような話があって、最近では、ニセ恋の主人公のヤクザの息子ですが、最近のジャンプじゃもうあんまりもうやらないんだろうなって感じですね。ヤクザ漫画が少年誌に向いてるかどうかっていうのは別として、世の中の雰囲気的にあんまりそういう漫画としても、特にジャンプでは扱うのは良くないっていうことになるんじゃないかなみたいに思いますね。これ宮下彰先生と言いますと、男塾とかその辺り有名ですが、残念ながら打ち切りに終わったんですけど、でも、すごい爽快感ある打ち切りというか、確か最終回に男塾のキャラが出てきたりとかして、かなりはちゃめちゃのまま終わったような感じがあります。なんでしょうね。この漫画は打ち切りですけど、宮下先生はこの後も、活躍されてますので、この漫画を知っておられる方は結構おられるのかもしれませんね。そうですね。そんな感じですね。僕は、スポーツ漫画も、ヤンキー漫画もヤクザ漫画もあんまり当時は好きじゃなかったんですが、爆弾はけど最初から最後まで読みましたね。だから、嫌いなジャンルでも読みたくなるパワーがあったんだと思います。これです。宮下彰先生の爆弾です。電子書籍化されてるかどうかとかは調べてないのでわからないんですが、もしも、ブックオフとかで見かけたら手に取ってみられてもいいんじゃないでしょうか。なかなか面白いと思います。では、今週のジャンプ紹介は、これで終了とします。また来週お会いしましょう。さようなら。